あの仕事の内容的にはヘアソンでもサロンワークでも潔く切るっていうところは一緒なので、本当に自分の決め手からデザインをやっぱりこうどんどん作っていく、みるみるこう、変化していくものっていうところで言うと多分一緒だと思うんですけど、逆にヘアショーだからといって気負って何か今いつもと違うことをやろうとするとおそらく、ちょっとぎこちない感じで、やっぱその人らしさの、人間がやっぱり髪の毛を切ってるっていうその人のやっぱりこうテイストだったりとか切り方っていうものは多分通じてるんではないかなっていうふうに思います。なんかこう心に焼き付けれるような仕事ができればいいかなと思います。